なおチャンネル、はい、おはようございます。なおチャンネルご覧いただきありがとうございます。今回の動画はですね、この前ラウンドで弟の最新クラブ使ってラウンドしたんですが、今回は自分のこちらパラダイムと弟のこちらですね、この前ラウンドで使ったパラダイム AI スモーク、こちらの新旧対決、どちらがどれぐらい飛ぶのかをちょっと検証したいと思いますので、早速、打ってみたいと思います。それでは行ってみよう。はい、それではまずは自分のパラダイム打ってみたいと思います。前に夜の時はこれはラプソードで測ってます。キャリー184の201ヤードですね。全然飛んでない、168ヤード。197。はい、続いてこちら弟の AI スモーク、シャフトは純正なんでちょっとシャフトが違うので何とも言えないんですが、これを打ってみたいと思います。純正ショット、ピーミビッグ188。はい、ということで、ドライバーそれぞれ打ってみたんですが、まあどちら打ってもほぼ距離は変わらないということですね。ということで、まあシャフトが違うのもあるんで何とも言えないんですが、まあ、どちらも自分にはいいクラブだと思いますんで、まあ自分はもうパラダイムでとりあえず行こうと思います。あれはもうちょっと練習してまっすぐ飛ばせるように頑張っていきたいと思います。今回の動画は以上です。それではさようなら。チャンネル登録よろしくお願いします。